今日午後4時42分ごろ、新島と神津島の近海を震源とする地震があり、伊豆諸島の利島で震度5弱を観測しました。利島村によりますと、その後も余震が続いているということで、引き続き警戒が必要です。午後4時42分ごろに起きた地震では、利島で震度5弱、新島村で震度4、静岡県で震度3を観測しました。震源地は新島と神津島の近海で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.3 と推定されています。利島村の地震発生時の状況について、菅瀬副村長は、縦揺れで突き上げるような形ですね。どのぐらいの時間？20秒ぐらいだったと思います。特筆すべきことはないんですが、村道でですね、少しあの石が石垣が少し崩れたのかもしれないというところがありました。ただそこはちょっと今回の地震が原因かどうかわからないです。余震みたいなものがありますね。ただ短いです。さっき3と1とかそんな感じですね。警視庁によりますと、利島など島嶼部を含め都内で人的被害は確認されていません。地震はなぜ起こったのか、専門家は、火山活動が関係している可能性があります。もともとですね、この辺りは全部火山島ですね。 かつて海底火山が噴火してできた島が連なってます。通常の、活断層型の地震というよりは、もしかすると、火山活動に関係している地震かもしれません。では最近関東で頻発している地震との関連はあるのでしょうか。直接の関係はないんですが、いずれもそのフィリピン海プレートの内部で発生しているということ、それから距離は、それほどは離れていないということから考えると、そのフィリピン海プレート全体の活動が、地震活動の程度が上がっているというふうには考えてもいいかもしれません。この地震を受け、午後6時半ごろ、小池知事は今後の余震に警戒するよう呼びかけました。引き続き余震があるかもしれませんので、災害への備え改めて確認していただきたいと思います。